真ん中を押していく。相当重いですね。よし、これでちょっと指令落ちるかもしれないけど、最初なんで指令に合ってどういう反応するか見てみたいと思います。ちょっと指令に顔を見てもらいたかったんだけど、肝別町で誰かに会うのは結構難しくて、親だったら顔の変化分かりやすいかなと思ったんだけど、親もちょっと出かけていないし、セブンイレブンの店長に見てもらおうと思って朝行ったんだけど、ちょっと仕事忙しそうだったから僕の顔見てくださいっていうのもちょっと申し訳なくて、朝家族、妻と娘には LINE したんですけど、全く無言スルーでしたね。ちょっと引いて撮ってたんで、二重になってるって分かりづらい、分からない写真だったと思うんだけど、そもそもなんで顔をセルフィー送ってきたのかっていうツッコミとか質問もなく、ただただスルーして別の話題に行っちゃったので。こんにちは。なんか気づくことない？気づくことない？メガネ、なんかいつもと違う感じしない？気づく、なんか顔？うん、気づかない？気づかない。気づかないか。どういう風に変わったの？目の辺り気づいたの？眉毛か。眉毛が先、眉毛が変わったなと思ったけど、眉毛なんも変わらない。変わらないの？うん、まつ毛だけ。目が二重になったでしょ、これ。ああ、そっち両方、こっちも薄くなって。はい、こうしてね、ノリでくっつけてるだけですけど、二重にしてるとね、なんか気持ちが変わります。なんか気分が明るいですね。